教授さん1689 1739 1794 1814 1844 1883 1893 1894 1903あー、1899 1912 1893 1910 1915 1904 お願いします。はい、というわけでただいまリリーベ前ですが、はい、本日、はい、ついにニューアルバムニューアルバム、はい、バックアンドフォースリリースされました。すごい、はい、すごい、すごい。というわけでやっとリリースされましたよ、バックアンドフォース。イエーイ、しました。ついに 2年半ぶりぐらいですかね。ですね、アルバムとしてはサードアルバム、はい。ミュージックビデオも YouTube で急上昇、はい、うん、乗りましたね。最高じゃん。嬉しい限りでございます。ありがとうございます。19位ですね。行きましたね。岡島くんも袋にかぶってますがいます。はい、見えましょう。ギャルヘアでございます。最近ハマってますね、その部屋。5000系ね。ガチャーは、出た。ほんまごめんやで、ガチャーみたいなやつね。ああ、ガチャーなんか流行ってるね。なんかそれなんかあったな、この前のファンの人やってたよね。リリーベでも流行ってる、流行ってんだ。 MV 見たよ。今の次第です、皆さん。令和をもう引っ張ってる。何でも過言じゃないやつ。 MV YouTube でずっと見てる。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。今一人で鑑賞会してるよ。嬉しい。さっきね、ちょうど今あれやってるじゃん、昨日と今日でさ、うん、MV のコメント返信のやつ、はいはいはい、さっきちょっといろんなコメントを見させてもらってて、僕も、うんうんうん、多分みんなもやってた、うん、やってました、やってました。また返信をちょうど送ったところです、はい、結婚式で何流したらいいかな。インマイヘッドは違うね、うん、そうだね。ライフイズパーティーとか入場ドラマクレイジーフォーユーラブ、あ、いいね。人気あれ、そっち系人気。そうだね、そうだね。レイジーフォーエラーはいいね。あとハイウェイとか結構ヒップホップなの。イカチーネドープ系ネクスト、ネクストね。オールバーチュー、オールバーチュー確かにめっちゃハマってる。プロジェクターはね、MV ってでもそうだね。クレフォだね、だってクレフォ。めっちゃ気持ちいい。ミクもいますよ、皆さん。あっという間にビャン。あっという間にビャン。ドラの子だよね、よし。ドラの子でしょ。出た。もういいですよ、ドラ猫みたいなってじゃん。違う、あれ、ジュンさんが言ったんだ。そうや。ドラ、僕らのね、オールアバウチューだって、みんな。オールアバチクしたいでしょ。え、その流したりするのいいじゃん。うん、だから、めっちゃハマってるよね、あれは。うん。雨で眠たい人。あ、なんかさ、俺それ分からへんねんな、そのなんか雨で眠い低気圧だから頭痛いとかさ。ないえ、マジ？そうマジ？全く分かんない。強いね。え、それな、逆になんでみんなあんのって感じだよ。なんか低気圧だからなんか今日は何かな、頭痛くなったりする。何か分かんないんだよ、その感覚が。めちゃくちゃするなったことない。なんだ、あ、すごい、あ、すごい。万華鏡シャリーマンみたいな。でもなんかそんなのめっちゃ辛くないな。弱い、嘘。あ、でも今日みんな映って、みんな映ってる。ユセ言いますよ。ああ、低気圧に弱いのはなぜ。内耳にあるセンサーが気圧の変化を感知し。動いたら何これ。ガチャー、ほんまごめんやで。非常に興奮することで自律神経のバランスが乱れることで、うん、強い神経。それが強い人はならないんじゃない。強い神経ね。あ、だるさ、めまいといった不調を引き起こします。結構しんどいよ。
あ、重たい。いや、俺は全然軽い。頭痛くなるな。たまに。ガーチャー。ガーチャー。ほんまごめんやで。女子とかはさ、結構多いよね。あ、そうなんや。ガーチャー。もうちょっとこうする、うん、そうだね。ということでね、今日リリース。うん、はい。で、昨日からか。バリカップもバリカップね、あの盛り上げの、まあ、試作じゃないですけど、そうですね、僕たちの YouTube チャンネルにですね、まあなんていうか新しいコンテンツとして、うん、バリカップというものが開催されてまして、うん、10日間連続なんで、はい、昨日からね、だから今日もあのまた新しいのが上がりますし、ちょっとみんなで楽しみながらなんか盛り上げていこうよみたいな感じです。ぜひぜひ。ほらお願いします。ガー見て、あ、さっき出たね、さっき出た、あーほらほっほっ出ないイエス。あれリリーベン、もう、え、4時半か、4時半そして、あ、来た、ハート来た、4時半でしょ、ハート見る、ね、TikTok もね、インマヘッドチャレンジのリキのラップのとこでちょっと可愛い簡単なね、手振りダンスもあれば、あとフィルターのね、はい、もうオリジナルで作ったりしたので、ぜひ皆さん、うん、いいね押しに行くんで、あれも全部ててれも全部含め、今回の試作も全部含め、ミクが考えたというか担当、ヨッシーね、ヨッシー俺ですよ、全部ミクとヨッシーで、ヨッシーもう寝ずに寝ずに俺は本当なんか橋渡し役というか、みんなをね、こう仲介役、うん、ぶつかったよね、たくさん仲介役ね、うん、でも顔パンパンとの2人とね、2人で全然もうまとまらない、まとまらなくて何回も見聞きしてるそうですけど、まあ、みんなで考えたんで、ぜひやってください。はい、ハートミー。はい、多分ね、綺麗にハートの形のやつ出ないんで、どんな形。おー、出た。おーおー、すげえ。流星とか近いからすぐできそうやけど、こういうのとか無理なのかな。これ結構綺麗じゃない。うん、綺麗綺麗、こういう設定からあかんのじゃん。はっ、あー、なんか力也がちょうどハートの中に入ってるみたいになってる。出ないですね。はい、したぞ。ここ最近はね、あのラジオ出演とかもね、あのアルバムでありますね、ありまして、いろいろですね。昨日はね、まさと俺は、はい、ルミルミさせていただいたりとかね、生出演でした。これから解禁になったり、まだまだありますよね、いろいろ。僕は明日ラジオ出ます。お、あれ、今夜は生だっけ。今夜は収録会、生です、生出演、俺と流星。うんうん、なら、まあ、ダックファイル緊張せずに行けよ、ぶちかまします、かましてこい。きっと今井ヘッド踊るであろう番組なんかもあるかもしれない。今ヘイ言うね、いますよ。え、ここって今どこ。千葉、千葉、千葉、え、千葉、あさってまた千葉で。そうですよ、バーチーさんです。ハロー。知らない。いや、あるのは知ってたけど、あさってとは知らなかった。バーチーさんです。ほんまごめんやで、これ漢字見間違い。あー、リリーベ神奈月。いや、カッパ村にいいんじゃない。なんか書いてある流星、質問とかコメントとか。なんか書いてる？無理やり。夜まで頑張ってねーって。ありがとうございます。ありがとうございます。あとはあれだね。ミク君眠いんだって。実は。眠ないよね。全然。ねえ、待って。とんでもない勘違いをしている方います。まさひろの、うわぁ、お前でっか、お前でっか、急にだよ、お前うるさいな、後ろから。お前いつもやな、うわぁ、やばいもん、眠いな。俺はもうずっと聞いてた、確かに、ね、かぶってんなかぶってんなと確かに思ってた。耳たぶん込める。あの、コメント読んどんない、こっち表で出す声で。こっちコメントしとんの。コマと揺れたら。すいませんね、皆さん、うちのミクが本当びっくりしちゃいますね。殺す。
ほらガチに聞こえちゃうからほら喧嘩してるみたいに違いますからね皆さん。どっちも折れないな。折れない。みんな分かってんじゃん。このま、What's happening? What's happening? 定番のこの定番です。みんなさ最近さシンプルな疑問なんだけどさ、だいたい平均ここ数週間何時ぐらい寝てる？何時間？何時ぐらい？まあ何時間も。結構俺早くなったんだよね。あ、だから寝るのが、そう、寝る、寝始める時間、もうずっと朝までこう、まあ、続いてますからね、最近、そうそうそう、マジで結構俺、12時、ね、1時には寝てるんだよ、ね、おー、早っ、平均ね、成長したね成長っていうか、でもなんかよし、結構朝早い日が裏あるよ、めっちゃ早いって言うけど、めっちゃ遅いって言うから、ある、なんか最近早いから結構、生活リズムが整ってきてる、うん、俺、3時とかだわ遅いね。2時まで配信やってるもん毎日。うん。すごいねこれ。こんななんかアフェクト。まさくんヒートテックって。ヒートテック。ヒートテックっぽいね。確かに。ヒートテックか。マッサンベストしてこれヒートテック。タンクトップ。ヒートテック。の H。の H。ほら、来てるよ。P リュータナラマグマ。コットンか。コットンか。サワディか。英語で見てる人もいるかもしれないから、英語でリリースしてる。リリースしたでっていうの。ハロー。はい。伝わらない。伝わらない。伝わらない。怖すぎる。分かってるよね、グラム。ごめん。俺でもできる。サーリー。So, new album called Back and Forth.Just released today, so yes. Go check it out. Go check it out. Check it. Check it. We worked so hard to make this album, and we put all the efforts and everything we can do into this album. So yes. Hope you guys will like it. This.Please check out YouTube. 一気おとなしくない？ミュージックビデオ。おとなしい。俺おとなしい。暴れようか。今日もチル？今日もって俺いつもチル。チルユノスだよね。僕だリキはイコールチルなんで。あ、なんか。いや、なんか。なんか違う。バットマーク。バットマークです、今。誰かがなんか。リキになんかバットマークですよ。なんか、あ、ほらほら。ほら。え？どういうことこれ？これさ、なんかに反応してんだよ。こういう感じ。これと一緒で。なんかさ、なんかなってんのかな形が。じゃあこうやったらグー出るんじゃん。見えにくいんだよ。こう、あ、ここはもう何もどうせ反応しねえよ。お、ほらグッと出た。これでグッと。誰か誰かがこうなってる。こう息だなってこういう感じちゃう。お、出た出た出た。ほらグッと。これでね、これだと指ハートになるんちゃう。これ出ないのかな。これなんじゃこれ出ないだろうね。ああみたいな。Everybody これは。アンザ。皆さん26日の有吉ゼミ見てください、ね。あ、そうだよ。あ、そうだ。そうです。リュウタ君ね、前回ね。はい。僕とミク。はい。来ましたね。挑戦した。俺頑張ったな。頑張った。二人とも頑張った。聞いた話やっぱすごいね。うん。え、あれは言ってるのその。内容は出てないんじゃん。いや、あの出演だけツイッターで、その俺が出ますよっていうのは出演だけだよね。内容はまだ挑戦、いや、出てたはず。あれ、どっちだろう。ちょっと待って、どっちだろう。これ、どっちですか。いや、出てた気がするけど、一応チェックする。あ、でもなんか、ちらほらありますけど、うん、なんか勝手に一応言っちゃうの怖いよ。一応ね、確かに楽しみだって。 Hey everybody って感じで今日アルバム届いたって方もみんなで、いいですね。あのいろんな多分特典とかもあって、そうだね。中のメンバー誰出たんやろみんな。ね。うん。ランダムですからねあれは。皆さん誰が当たりました。まあまあまあとりあえずその出てます。出てる。激辛刀削麺に。そうです。江本さんと僕が挑戦で書いてます。激辛。そう。どうやったん？果たしてクリアできたのか。いや体張ってたよね。奮闘したみたいですねかなり。食べ切れたのか。つば。つばがすごい。食べ切れたのか。おい、やめなさい。すごいね、滝やんけ、それ。楽しみだね。誰が応援に行ったのか、今回は。多分でも、
発表してないよね。あの時は多分してたよ、最初から。してた。もういない。来てくれなかったっつって。それやばいね。行く人みたいな感じで。何も言わんのか。朝めっちゃ出た。うわ、まさくんめっちゃ出たって。お、やっぱ、なんかこの間も俺めっちゃ出たよ。外れた、外れた。まさくん出た最悪ってある？言わないか、ないか。全然だよ。みんなありきやくん出たショック。ああ、どうなってんの。ないあった、やばい。ナイス、ナイス。泣くぞ。あ、ライブ岩手で待ってるよ。そんなこと言うやつ俺どもやっちゃうんで、リエさん。かっこいいっすね、やっぱり。これどういうことですか、これ。吉行ばっか泣きマークみたいな。何が？見てください。これステッカーなんか、それ特典のステッカーとかじゃないですか。あ、そういうこと。ごめんね、なんか。本当にあったの。本当にこのあのめっちゃこう泣いてるやつ。あのその時間に頼んだ人全部予習しか出ないようになってるから。分からんけど、でも嬉しいの方が嬉しい。嬉しいんじゃない？あ、そっち？うん、そっち。そんな嫌なあれはないやろ。はっきりさせようや。でも文的には吉行ばっかはちょっと嫌な方の。怪しいですね。ちょっとネガっぽい。では皆さんね、たくさんね、もうだって何時だ、当てて、あとでもまだ時間あるのか。何時からだっけ。4時。4時半半か。はい、今日はまあリリース日なんで、ちょっとなんか盛り上がったりいいですね。さらにですね、皆さんのアルバムの推し曲とか聞きたいですね、今回。確かに今回めっちゃ、ま、マジでいいからな。そうなんですよ、全部。皆さんの好きな曲教えてくれ。でも In My Head やっぱめっちゃみんないいっていう声がすごい届きますね。ねえ、だからビヤン、いや、いいよあれは。結構あのあれですよ、海外っていうか、あのシンガポール、僕たちこの前行ったじゃないですか、うん、シンガポールとかでも結構あのその時に担当してくださった方いたじゃないですか、うん、ブリーフィングの、うん、この方が結構シンガポールでも聞かれてる。言ってましたね。ああいうのもやっぱ本当行った甲斐があるじゃないけどさ。そうですね。嬉しいね。これね、これが出るらしいです。あんま見えない。この方はね、これね、誰？ The Lord always make me so happy. Thank you so much. 俺のお尻を触るな。あ、誰だ？触ってよ。誰だ？いつも幸せを。お、誰や？やめろよ。何をやめろよ。結構でもなんか俺らがそのシングルでリリースした楽曲とかもやっぱ安定に人気だね。だラストダンスから入ってるかぜ。確かに強い。見えてんのよ。見えてんのよ。見えてた。すごいですね。誰お母さんファンも応援してます。嬉しい。ありがとうございます。シェシェ、ありがとうね、みんな。本当に嬉しいよね、年齢関係なく応援してくれるのは。ミクちゃんこっち見てやって。ミクにお尻触らせてる。いいよ。いいよ。気持ちいいよ。どういうこと。気持ちいいよ。どういうこと。ああやばい。ペペペテイストです。あーいや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 、自分でね。今日もリリーベありますが、逆にみんなの好きな曲は。あ、逆にね。テイスト。よし、みんなのアルバムの中で一番好きな曲を今から送ってくれ。みんな一人一曲だ。よろしく。かぶっちゃダメ。俺ら聞いてんの。ああ、そういうこと。逆に俺ら。ええー。なんだろう。何やろう。結構でも言ってきたよね。まあね。新曲はでもちょっと難しいよね。そうだね。ライブでない。まあ新しいから確かに。あ、カノ、吉行カノが見始めました。上ボクロ。あ、本人かなこれ。これ本人。偽物じゃない？本物？本物だ。あ、でも。オールアバウトユーとかもめっちゃ人気やね。本物だ。サワディカ。サワディカ。スラマッパギー。
今日車乗ってたらサワディっていうタイ料理屋さんあったの。おぉ、はい、そらすげサワディ、それはタイだ。サリカポン、サワディ、サワディ、こんにちはってこと。ニーハオ、カッパです。ハロー、サワディ。じゃあサワディでもいいのか。サワディー、サワディーで、なんか舐めてるね。サワディー、サワディー、サワディー、コップン、コップン。皆さん、ありがとう、ありがとう。皆さん、花粉症に気をつけてくださいね。じゃあ、花粉症にもやろう。こんにちは。じゃあ、僕は目かゆいのと鼻がムズムズするのと、ちょっときてるね、喉がきてます。くしゃみもすごいです。出ないね。わかる。みんな鼻かゆい。え、花粉症でもそんなみんなあったっけ。これはね、バリスティックなってぐらいから。あ、やっぱり出たり。なってある。ないな。なんもないよ。あと何があるんだろう。何してんのそれ。なんかピースし、ピースピースとか言ってたけど、ピースがもうなんかあれらっぽい。ということで、おー、はい、なんとピースこれだ。風船出たしね。お時間がやってまいりましたということで。来た。あ、ラスト準備だ。今日僕12時にFC の個人 の、 あの企画がね、発表されたんで、皆さん、あ、そうね、あれ、企画、イベント、そうです、イベント、FC イベントだよね。3月30日にね、特別なものがあるので。え、今のしたよ。まあ、人数は限られてるけどね。何してるんですか。いや、もういろいろするんですよ。イベント、実はそういうイベント、バリーズと、ちょっとカレー作りをしてるとか。おー、いいね。おもろ。まあ、あとはね、まだあんま言えなくて。楽しそう。それから一人一人食材持ってくるみたいな。いや、違うね。違うね。これはもう僕が全部バーって。あ、やってるよ。僕がバーと。リキアのも、まあ、今、あの、夢の国みたいな感じでイメージしてもらえたら。なるほど、ね。おー。で、リキアの夢の国的な。そう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 。リキアの中の夢の国はこれだよっていうのを表現していくんだ。具現化していくんだ。そう。リッキーズビレッジだっけ。リッキービレッジ。リッキービレッジ。リッキービレッジ。みんなもね、もしかしたら。家作っちゃう。何もなかったら全然来てもらっていいからさ。リッキー村、リッキー村、リッキー村。